はい、こんにちは、ペソでございます。ハオデンですね。続きやっていきたいと思います。今回が83回目ですね。やっぱり100超えそうですね、間違いなく。ここはね、一応加藤さんとかね入ってくれたのは大きいんですけど、真田さんはね西の方にちょっと回そうかなと思ってます。でここからもね連れてこないといけないですよね。足軽、ここも350いるんだ。でも鉄砲もねそのまま入りましたね。これ大きいや。なったらあとはちょっと姉小路さんとかちょっかい出しながらですよね。はい、訓練が足りてないのかな。はい、よっしゃ、OK。はい、北尾身ですね。ここはちょっと北尾身据えてになるんですけど、ちょっとあまりお米が入ってなかったですよね。もうちょい欲しいですよね。400ぐらいまでは後々のこと考えるとね。ここは池田さんと八谷さんか。訓練がいるね。ただし内政もいけるか。商業奨励でね、八ちゃんにちょっと銃使ってやっちゃいましょう。はい、であと訓練は池田さん最大でいきましょう。動けない動けるのは2人一応いけるのか。ただ家康さんはちょっと動かないといけないので、誰かいない？いなさそうやね。買うかどうか、もったいないね。でも逆にこっちにお金輸送した方がいいんかな。おっと、輸送しましょう。その前に、そうやね、全部溶けてるよね。ちょっと多重偵察かけさせましょう、家康さんで。あれ、痛みやで。おうおう、なんで？えらい弱気じゃない。どうした？そんな大したのいないでしょうね。あとはここか。おい、雑賀寺。阻まれた。
ける人いるの？あー、信綱さんだけか。信綱さんね、西側、ここね。あー、ここか。ここに、雪高さんいるんでね。連れて行きたいですよね。あー、届かんのか。で、あ、ちょっと待ってよ。で、トレードしたいね。でもトレードするにしてもいい人がいない。来るから大丈夫かな。まああとは鳥居さんと田原さんと有楽斎さんぐらい来れば。いや、信行さん来て有楽斎さんにここ見させても終わり見させてもいいんですよね。そうしよっか。寄せましょう。そうか、攻めた後やから。とりあえず呼び寄せようか。畜戦、パスパスパス。治安度も98あるので、とりあえず真田さん先に移動させましょう。あれ、移動ね。こっちでもいいな。もう何も持っていかないんで。はい、呼び寄せよう。はい、で379の309、213、113ね。はい、国主は有楽斎さん。はい、あとは何もできないので、伊勢か。アーマノさんが動ける。あれ、防御度10か。アーマノさんは回収だね。ヤマトか。そうですね、ここはちょっと軍備して、足軽が180なんでね、100では攻めたいですよね。13高い。だったら訓練もいけてるから、馬の数も申し分ないね。ここじゃ遠いんですよね。あー、そうか、こっか
から行く方法もあるんだな。あ、今動けないね、どの道。じゃあちょっと内政で。はい、陣容は固まったけど誰かいないでしょうか。勝家さん、お、あー、いないんだ。うん、ね、城は固めろ言ってますよね。上げときたいよね。でもその前に、でも先上げとこうか。その通り。はい。呼び寄せれるかな、もう。あ、いけそうね。神戸さんとちょっとトレードしよっか。はい、呼び寄せ。はい、トキさん。うん、82、727、515で、117ね。297か、あ、300やか、あと103ですよね。これを冬に雇って訓練かけていけばそれなりの状態でいけますね。
尻さんはちともったいないね、ここでは。で、だったら、岸さんあたりを移動させて、岸さん、安倍さんでもいいけどね。防御度も48あるので、まあ白規模1落ちましたけどね。で巡殺をさせてもいいけど、とりあえず調略だな。あ、ここは見れんのか。姉小路、はい。ああ、なるほどね、姉小路さん。ああ、頼綱さんは結構使えますね。え、217、96兆。一国でよく頑張ってますよね、飛騨の国。はい、こっち行きましょう。久秀さん。もう一丁。あ、明智光康さんがいる。あ、そうだ、まだ光秀さんが見えてないですよね。いるんじゃないの。いなさそう。ああ、いないんだね。商業地も低いんですよね、ここは。とりあえず商業奨励行こうか。治安度は100になりましたからね。いや、ちょっと待ってね。長政さんで商業奨励ね。で、多条偵察かけましょう。銅山さんは111ね。こっち、掛川、226、石川一正さんか。なかなかちょっとめんどくさい面々ですね。はい、芥川城は誰が動ける。あー、森さんと永井さんか。とりあえずね、農業やらせましょうか。見れない。あ、ここはいける。八神城ね。あら、えらい
しなさげに、はい、よし、あー203の80か、3人ね、こっち、はい、洲本城は1人でしたよね、はい、こっち、あーここじゃない、ここ行けるかな、自信なさげですよね。あー阻まれた、うん、やめときましょう。はい、それではね、20分ちょっと超えましたんで、今回ここで終了とさせていただきます。信長の野望覇王伝の83回目でした。それではさよなら。